今朝、勝山市中心部にある住宅の車庫でゴミ出しの作業をしていた70代の女性が突然クマに襲われ、足首に軽いけがをしました勝山市の中心部では連日クマの出没が相次いでいて市が注意を呼びかけています今日午前7時半ごろ、勝山市旭町の住宅の車庫でこの家に住む70代の女性が 空き缶が入ったゴミ袋を結ぶ作業をしていたところ近づいてきたクマに突然足首を爪で引っかかれました市によりますと女性は病院で手当てを受けたということですが怪我は軽く命に別状はないということですクマは女性を襲った後その場から逃げたということです現場は勝山市役所から南東に1キロほどの住宅街で

勝山市は市内中心部に複数のクマがいる可能性もあると見ていて柿の実を早急に収穫するほか生ゴミは収集日当日に出すことなど引き続き注意するよう呼びかけています。